こんばんは、エテポンゲーです。今1時20分、うん、夜のね、うん、夜というかもう夜中だね、うん、に撮影しています。はい、なかなか眠れないね、うん。やっていきましょう。どっからだったっけな、桜ニュータウンが元締め様にね、乗っ取られちゃったよっていうところですよね。うん、乗っ取られたっていうのはちょっと違うな。現代の方に飛ばされたのかな。それで現代の方が変わっちゃってるっていうことなのか、もしくは元締め様の想像する、未来に無理やり飛ばされてしまったのか。うん、まあとにかくね、過去に戻る、過去へ行く方法を探そうということで探しに行きましょうか。うん、でどうすればいいんだろうか。こういう時はさ、クエストナビでないな。とりあえずちょっとぐるっとするかな。ちょっと一回寺に行った方がいいんじゃないかな。なんか寺に行くべきじゃない、こういう時って。わー、びっくりした。公園とか、うん、どうした、ウィスパー。うん、私の妖怪執事としての勘が公民館の近くが怪しいと言っています。とにかく公民館行ってみましょう。公民館、上ですね。結構妖怪いるな。ほら、妖怪じゃない、カイマだ、カイマだ、カイマ。うわ、カイマめっちゃいるな。公民館はね、あれ、ここだよね、ここ。このビンビン来る気配はこの辺り非常に怪しいですよ。やっぱり私の勘は当たっていましたね。さすが私、できる執事、ウィスパーです。ウィス。エテ君、この辺りで妖怪レンズを使ってみましょう。了解。多分ね、雲外鏡があるんじゃないかな。ここら辺ちょっと反応してんだけどな。これかな。あれ、違うか。ちょっと離れたな。ここら辺か。ここら辺めっちゃ来てるけどな。お、あ、これは車のやつか。あ、びっくりした。あ、ここだな、ここら辺だな。いた。なんだこれは。あ、クエストの、クエストじゃないわ。これはなぞなぞのやつですね。うん。縦札だな。よっ。でれん、この余計誰だ。3枚の鏡を持っている、時間を移動できる、御会長。これは、わかる。運がいい。感じなくねえけど、これ。まあ、ひらがなでいいんかな？運がいい三面鏡だよね。はい、どう？雲外三面鏡。どうや。これはわかるだろう。うん。これはわかるよ、これは。うん。みんな、だって、ね、ストーリーやってれば仲間になるし、強いしね、何より。うん。で、ここに雲外三面鏡を呼び出すと。そういうことかな。はい、
オラシャス。俺の友達出てこい、雲外三面鏡。妖怪メダルセットン。ファイルダーオン。よし、これで過去に、あ、けどさっくり帰れたね。結構さっくり帰れるんだね。今日も明日もご会長呼び出してくれてありがとう。ついでに友達も呼んでおいたよ。いつ来るかわからないけどね。ん？桜町に行けるように友達も呼んでおいたよってどういうこと？あけっぴろーん、過去にワープしちゃう感じ。もちろんそうだよ、過去に行かなきゃいけないからね。うん、お願いします。結構あっさり帰れたね。だけどなんかどうやら過去もヤバめだな。お、冬にゃん。おい、どうした？えて何があったのか、ちょっと説明しなきゃ。まずはちょっとあの元締めがちょっと来ちゃってさ、足止め食らってたんだ。うん、すまない、遅れて。お前たち一体どこへ行ってたんだ？桜町の未来を見てきたんだ。このままじゃ町が大変なことに。あ、未来を見てきたんだね。うん。お空を覆うこの雲が町中に広がったら、みんな海馬に取りつかれてしまいます。なんだって、この雲が？ですが困りましたね、雲が相手ではもうお手上げのような。そういえば町の妖怪たちから少し気になる話を聞いた。町中の数箇所から怪しい煙が上がり、それから急に天気が悪くなったと。その煙、もしかしたら奪うねの雲と何か関係があるかもしれませんね。その煙ってどこから上がっているの？煙の上がっていた場所は全部で3箇所。氷炭池に桜小学校、そして、影村委員。うわー、また影村委員行かなきゃいけんの？こうしちゃいられねえや。早く奪うねを見つけ出さねえと。うん。けいぞ、今は追うだけ時間の無駄か。俺は雲のことをみんなに伝えておく。君たちはこの3箇所の調査を頼む。わかった。エテ君、煙の上がっていた場所へ行きましょう。イエスサー。どうやらその怪しい煙の、その3箇所をね、叩くと、そういうことだね。どうしようか。影村委員は、左下の、お使い横丁で、ひょうたん池は右。あと1箇所どこだったっけ。出ないな。まあいいか。とりあえずじゃあ右から行こうか。なんか一番近そうだしね。右側から行きましょう。うわ、妖怪いるな。それ妖怪だろこれ。妖怪、よっし。ふん、甘いわ。で、こっち行こうか。あれ、もう一個上、もう一個途中、あそこ右でよかったんやん。しまった、やばいな、これ戦闘回避。よし、こっちだね、氷炭池の方。先にこっちから行こう。お、真ん中か。あれ、この人普通、この人普通なんだけど。わしゃ恋を狙っとるんだ。無論今晩のおかずにするつもりじゃい。なんで普通の人もいるんだね。お、あれ？キュービー。僕に断りもなく、この街で何やってるのかな？うわぁ、もうキュービーのエリート感半端じゃないわ。銅のこけし。あ、そうだ、あとこけしね。売ってお金にした方がいいよって、コメントでね、ありがとうございました。うん。ちょっとまた売りますわ。うん。売りに行きます。これがどうやら奪うねの、なんか雲のね、空の変な雲の原因だね、これが。ってことはもう、こいつを倒しちゃって、ぶち壊せばいいわけね。豪快。ガッハッハ、おでは豪快、海馬一の力自慢だと。品がないね。
僕の一番嫌いなタイプだよ。わかる、わかる、わかる。それはすごくわかる。やっぱキュービーみたいな、このスラッとしたね、うん、スラッとしたイケメン、スラッとしたイケメンがやっぱいいよね。うん、何にしろなんかこの豪快みたいな、もうゴリッとしたふわっふわふみたいな感じはちょっとな、なんか好きじゃない。まあそれこそね、あの力はまああるんだろうけどね、うん、おで奪うね様に言われた通り、ここは絶対に守る。ここってそんなに大事なところなのかい。試しに来てみて正解だったね。この町もうすぐ開魔の者を邪魔するやつは許さないど、許さないどん。好きにすればいいと普段の僕なら言うんだろうけど、あいにくこの町が気に入ってるんでね、好き勝手にされたら困るんだよ。エテ君、桜町の平和を取り戻すためです。我々も一緒に戦いましょう。うん、豪快に行くだ。さ、これは多分また強いだろうな。気合い入れていきましょう。攻撃多分物理が強いよね。まあけど一体だからご利用者なんとかなる。よし、まだまだちょっと様子見だな。おお、いい、なんかバーツーえつーえー、ちょっと待ってくれよ、強すぎなんだけど。ねー、とりあえず使うか。あー、うわー、強くね、めっちゃ強くね。何歩いく、何歩いく。183。あー、ダメか、マジか。ちょっと、あと何歩。うわ、まだまだあるわ、まだまだだいぶあるわ。強いんだけど、強いっすよ。どうしよう。もう一回行こうか。もう一回、ちょっと待って。ちょ、待ってくれ。メンバーが悪いか？悟りちゃんって何これ？ちょっと強そう。悟りちゃん連れていくかな、じゃあ。まあ、悟りちゃん入れるとしてもさ、誰抜くよ。
カッパかな。いや、カッパ結構強いで。いや、いい、このメンバーでいいと思うわ。その不思議系のやつもいないしさ。あ、いるわ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 。あの、いるいる。じゃあ、ケマモン。いや、おじいちゃん帰ってもらおうか、おじいちゃん。お、いいね、なんか。不思議3匹と、プリッチー3匹。うん。ちょっと、まあ、これで、ちょっと一回、行ってみましょう、もう一回ね。勝てる気がしねえよー。強すぎなんですけど。ちょっと装備だけね。何持たそうかな。揚力上がるやつがいいな。これでいいか。これを持たしてみよう。よし、ちょっとワンチャンいきましょう。うん、ワンチャン。なんか強いよね。積んだんじゃねえこれ。よし、じゃあちょっと戦う前に一回ちょっと動画区切っておきます。はい、ではご視聴ありがとうございました。次リベンジです。